青コーナーより木村健吾ブラックキャット入場。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーより山本虎鉄星野勘太郎入場。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。つかみます。弓を引くナックルであります。つかんだ。フロントからのキック、ストッピングを叩き込んでまいります。足を抱えます。レッグロックに捉えます。ロープブレイクです。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。腕を捉えます。逆に切り返します。エルボーを入れていきます。打ち込んでまいります。行くのか。返してまいります。スイッチしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。逆に投げてまいります。逆水平組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。引き起こします。腕をフックします。簡単にはいきません。ガードします。起こします。キャッチした。テイクダウンを奪います。起こしてまいります。ブロックします。全体重を落としていった。あっと、逆に捉えた。ねちっこい展開に移行してまいります。組み合います。逆に倒します。クラシカルな技を繰り出してまいります。顔面を捉えます。抱えます。耐えます。ドロップキックであります。ガードします。足攻めに転じます。この辺りの関節攻撃いかがです？ちょっと浅いですかね。そうですか。ロックアップ、ジンクラッシャー。ここでタッチです。腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。張ってまいります。抱えます。
DDT でマットに突き刺します。スリーパーに捉えます。アームロックの体勢、掴んだ、キックで返します。あっとエルボー、グーパンチです。組みに行きます。切り返します。ニーを落としてまいります。ソバットを放ちます。ニーを落としていく。体を預ける。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。組み合った、コーナーに振った、エルボー、カウントに入る。ロープに逃れました。蹴り上げていく。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、なんと返した。立たせていく。あっとキャッチした。させません。ブロックした。ここで持っていくのか。10分経過、10ミリパー浴びせていった。足を決めていった。掴んだ、厳しい攻めを見せる。掴んだ、あっと逆にパンチ、腕をフックした。ブレインバスターで投げつける。ここでスイッチ、頭を掴んで空の鉄拳制裁。腕を取った、脇固めに持っていった。ロープブレイク、足を抱えた、そのまま足を取った。キック、すごい顔で打つ。いけるか。ブルドッキングヘッドロック、そばっと打ち込む。ガジェット組み合った、正面から投げを威張った。抱き起こす、レッグラリアート、カバーした。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。そのまま体固め、カウント 2.89。 さあタッチ、張った、蹴っていった、ストバックに突き刺さった。あっと顔面踏みつけ、カウントは入る。すごい音がした。五臓六腑に染み渡る。15分経過、コーナーからの先頭、ガジェット組み合った、逆に返した、膝を壊しに行った、エビに固める。カウント2で返します。抱えた、打たせない、いけるか。あと逆に返した。さあいった、サドリ固め、フロントキック組み合った。あと
投げていった。体を預ける。ロープブレイク、ロープブレイク。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。さあ、サザルの毒が注入された。岩壁の母の胸に抱かれました。ここでタッチだ。首根っこをつかんだ。あっと、逆に蹴っていった。カバーした。カウント 2.89。 重低音バズーカ。奥歯を噛みしめた。飛ばした。弓を引くダックラロー。あーっと、パンチ強烈。掴んだ。ヘッドバット、連打だ。ストッピング。さあ、さまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点。エルボー強烈、ストッピング強烈。さあ、タッチ。ここでスイッチ。20分経過 20 minutes. フロントキック。腕をフックした。 DDT。腰に手を回した。おっと、そのまま後ろに落としていった。肉体を躍動させる。先頭落としていった。引き起こす。リング上の殺虫剤 DDT。 バックに回った。あっと、エビ固めで丸めていく。3つが入りません。組み合った。小包み固め、スモールパッケージ。カウント3が入りました。のりお入場。さあ、職人ヒール尾長のりおがゆっくりと入場してまいりました。小林邦明入場。さあ、伝説のトラハンター小林邦明が入ってまいりました。入場。さあ、爆弾小僧の異名を持ちますこの男が入場してまいります。伝説
の虎戦士マスクドパンサー入場。さあ、虎の雄たけびとともに伝説の虎戦士が入ってまいります。音色が打ち鳴らされてまいりました。テイクダウン、蹴ってまいります。膝へのキックです。蹴りを見舞ってまいります。張ります。掴みます。キックで返します。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。抱えます。ストバックに突き刺さります。掴んだ。サミング、逆に振り返した。あと目つぶし攻撃、ニールキック、ハンマーを振りかざします。あとキャッチした。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープブレイク、組みに行きます。キチンシンク、胃袋攻めです。足を取ってアキレス腱であります。サンセットフリップ、腕を回します。エルボー、逆に捉えた。打たせません。棒を打ち込みます。張ってまいります。組み合います。逆に返します。掴んだ。ラフサンボーに転じます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。フライングメイヤーで倒します。トップロープを奪う。乾いた音が館内に響きます。腕をフックします。外してまいります。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。いやらしい攻めを見せてまいります。キックを打っていきます。行くのか。ガードします。ブロックします。打ち込んでまいります。ブレンバスター、ストバックを狙ってまいります。同点砕きブレンバスター、ヘッドを打ってまいります。ガードします。腕をフックします。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。ロープに振った。ブロックします。タックルでぶちかまします。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。足を殺してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。させません。フロントからのキック、アッとエルボー、行くのか。抱えます。 DDT、 ロープに振ってストッピングを叩き込んでまいります。膝へのドロップキック、抱えます。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。投げてまいります。ストンピングです。蹴りを見舞ってまいります。ドロップキック、組み合います。下に落とします。ロックアップ、コーナーに振った。腕をフックします。簡単にはいきません。腰を落とします。リバースで返します。リング内に戻ります。蹴ってまいります。バックドロップの体勢、耐えます。エルボーを入れていきます。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。腕をフック、打たせません。行くのか。ランニングしたネックブリーカー、これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技はちょっと頭から落ちましたからね。組み合います。返してまいります。掴んだ。させません。ロックアップ、組みに行きます。あと返します。さあ、粘着室よろしく。締めに転じてまいります。組みに行きます。組み合います。フライングメイヤー、逆に切り返します。こう肩をつけます。ロープにブレイクしました。ここは戻ります。抱えます。あとリバースで返してまいります。
腕を回します。バックを取ります。小脇に抱えます。引き起こします。えげつないニークラッシャー、バックドロップで叩きつけます。切り返します。足を狙ってまいります。後ろ回し蹴り、スタンディングを取らせ、ネックブロックドロップ、起こしてまいります。踏みつけてまいります。行くのか、ストッピング、ブレンバスター行くの、足を殺していった、蹴っていった、カウント2つで返してまいります。あっと倒していった、ジャーマンスープレックスホールド、トゥーカウント、まだ足りません。ストッピングを叩き込む、キャメルクラッチで強烈に締め上げる。10分経過、10ミニファール、組み合い、あっと逆に蹴っていった、あと逆に返した、足を打ちつけていった、抱き起こす、さあガッチリ入ったぞ、決まってますね、腕をフックした、打たせない、あっと押し付けパイルドライバー、もうレッドゾーン入ってますね、もうここまで来ると気持ちが入ってますよ、はい、足強烈サンセットフリップ、岩壁の母の胸に抱かれました、あと逆に投げていった、ここが攻め時ですね、相手にダメージがありますからここで一気に行きたいですね、3つは入りません、ガチッと組み合い蹴り上げていく、あとキャッチした、カウンターが待っていた、抱えた、あと DDT、 腰に手を回した、あと逆さ抑え込み、ロープブレイク、強烈に締め上げる、キックを打っていった、立たせて打ち込んでいく、コーナーに登ってツームストッパイルドライバー、起こした、バックドロップ、後頭部を通打、トップロープを狙う、リングに戻ります、腕をフックした、抱えた、ブレッドスターで切り返した、2位を突き上げる、サイドを取った、破壊士がうさえて突き刺さった、すごい顔で打つ、いけるか、ムーンサート、逆に返した、もうこれは闘争本能ですね、もう記憶は飛んじゃってると思いますよ、あいや、ネック、ひねりの効いたバックドロップ、タイが行くのか、あっと返した、リバースで切り返した、引き膝を狙っていった、抱き起こす、キック、バックを取って背後を取り返す、あっと耐えた、うまく切り返した、ここでロープブレイク、リバースで返した、そのまま叩きつけていった、立たせていく、させません、肉体を躍動させる、引っこ抜きか、もろに入りましたよ、はい、グロッキー状態か、エルボーで切り返す、ここは連続で持っていきたいですね、ここで一気に自分の流れに持ってきたいですね、ブレインバスターで叩きつける、抱えた、 DDT 同点、気合を入れた、腕をフックした、猛虎原爆がためロープに逃れました、後頭部円陣、立たせていく、抱えた、 DDT、ムーンサルトプラス、カウント 2.9、 腕を回した、放ってストンピング強烈、リングに戻ります、組み合った、あと首から突き刺さった、ドロップキック、抱き起こす、腕をフックした、エルボーで返す、奥歯を噛みしめた、ノーテック打ち、パイルドライバー、引き起こす、ブレインバスターで叩きつける、ラインアップ、
ックに回った。ジャーマンカウント 2.89。 ガードした、腕をフックした。ブレインバスターで投げつける。立たせていく。バント返していった。アーブロックで決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。小股に挟んだ。ドリルホールパイルドライバー。さあ首をかっ切った。ウィッシャーマンスープレックス。小股に挟んだ。パイルドライバーがグサルと突き刺さった。ドリルの体勢。ここでロープブレイク。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。アームロック、アームロック。いけるか。ロープに振った。ラインブラックブリカートラップ。ストッピング。ガチッと組み合った。バットを切り返した。引き起こす。抱えた。ブレインバスターで投げつける。腰に手を回した。あっと耐えた。バックを取って、あっとスクールボーイで丸める。ボールを返します。フロントキック。抜くのか。脳天勝ち割った。パイルドライバー。トップロープを狙う。急降下膝バックだ。抱き起こす。ピンポイント膝。ガチッと組み合った。ズームストンで落としていった。起こした。一気にスパークするのか。ブレンバスター行くのか。あっと逆に投げていった。フロントキック。組み合った。あっと逆に返した。起こした。ラマヒストラル。ロープに逃れた。いけるか。ロープに飛ばした。ネックブリカードラップ。引き起こす。ダルマ式のジャーマンスープレックス。ロープに逃れました。ブレインバスターで叩きつける。立たせていく。バックに回った。固めていく。ロープブレイク。足をフックしてスイーパー。ここでゴングが乱打されます。ストロングマシーン入場。さあ平成のよりマシンが復活。スーパーストロングマシーンが入場。
木戸治入場。さあプロレス太陽族イブシギン木戸治がやってまいりました。負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ロープに飛ばした。あっと後ろに投げてまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。組みに行きます。倒してまいります。バックからスリーパーに入ります。させません。掴んだ。ハンマーを振りかざします。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。あっとキャッチした。まあレスラーは常にペラとの戦いだと思うんですけど、プロとしてペラというのは失格ですからね。ペラをして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね。確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ハンマーを打ち込んでいきます。腕を取ります。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど。さあ知名度抜群、プロレスファンなら知らぬ者はいないでしょう。このスーパーストロングマシーン、群を抜くパワー&スピード、そして必殺のマシン噴射固めを武器、戦慄の殺人マシンが今宵もリングで大暴れしてまいります。スリーパーに捉えます。抱えます。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。リング上はヘッドロックの体勢、腕を捉えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。打ち込んでまいります。ロックアップ返してまいります。粘着室よろしく。首を抜き固めに入ります。掴んだ。キックで返します。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。行くのか。ボディースラムで投げてまいります。強烈に締め上げてまいります。組みに行きます。逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。ブロックします。荒っぽいファイトを展開してまいります。組み合います。ロープに振った。肘を打ち込んでまいります。引き起こします。組みに行きます。切り返します。リング上は逆片指固めの体勢、組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。ストンピングです。ブレンバスターに取ります。打たせません。腕をフックします。腕を決めてまいります。行くのか。
逆に殴ってまいります。腰を落とします。あーっと既読アッチ、ロープに逃れました。蹴りを見舞ってまいります。抱えます、耐えます。ロックアップ、逆に切り返します。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。あっと逆に脇が頭で切り返す。あります、掴んだ、させません。ちょっと指に入りましたよ。ブロック状況か、起こした、チョップ強烈、蹴っていった、ガチッと組み合った。あっと逆に投げていった、立たせていく。ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける。倒していった。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。いけるか、あっと投げていった、スリーパー落とすのか。抱えた、ブレインバスターで叩きつける、引き起こす、ランニングでフックブレイクアタック、腕をフックした、リング上の殺虫剤 DDT、 抱き起こす、いけるか、かわず落とし、トップロープを狙う、ヒロシ、腰中史郎入場。
ダーより山崎和夫、梶原城入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。足4の字に移行してまいります。小手組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。スタンディングを取らせます。小手を打っていきます。ローを打ち込みます。行くのか、コーナーに振って後ろ回し蹴り、ショーダーを磨います。あっと、逆に捉えた、ひねって倒した。ドラゴンスクリュー、このポーズです。組みに行きます。あっと、そのまま倒します。相手を挑発してまいります。スイッチしてまいります。張ります。あっと、キャッチした。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々聞いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ロックアップ、こういうペースの持っていく方がうまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。打ち込んでまいります。組みに行きます。返してまいります。アキレス腱固めに移行します。腕を取ります。あっと、返します。行くのか、逆に返します。ここでタッチです。グーを打ち込みます。腰を落とします。リバースで返します。抱えます。腕を殺してまいります。ストッピングです。腰を落とします。あっと、膝十字で切り返す。キック攻撃を見舞います。乾いた音が館内に響きます。逆に倒します。切り返します。バックに回ります。バックドロップで叩きつけます。ここでタッチです。相手を挑発してまいります。フロントからのキック、小脇に抱えます。足を取って切り返した。ロープブレイク、張ってまいります。腕を捉えます。腕を決めてまいります。膝へのキックです。ロックアップ、返してまいります。
ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。脳天を打ち据えます。パイルドライバー、足を抱えます。パンチで返します。蹴ってまいります。張ります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。このポーズです。引き起こします。ラリアットコーナーに登る。急降下にアップ。ここでタッチだ。10分経過、10ミリファー。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。
ここまで来ると気持ちになってますよ。はい、ここでスイッチ。掴んだ。五臓六腑に染み渡る。ワイルドライバーがぐさっと突き刺さった。引き起こす。バックに回った。逆にバックに回った。あと逆に脇が止めて切り返す。腕を取った。そのまま腕を決めていった。さあタッチ。打ち込んでいく。起こした。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気にいきたいですね。チョークで締めていった。20分経過。20 minutes pass. 裏投げに捉えた。これ危ないですよ。猛点粉砕か。カウント2つ。惜しい。フロントキック。腕を取った。あっと返した。前に降りる。焦点を打ち込む。膝頭を入れていく。組み合った。あっと切り返した。頭を掴んで、あっと膝。リングに戻ります。リングに戻ります。顔面が歪む。立たせていく。エルボーで返す。さあタッチ。気合を入れた。ここでロープブレイク。蹴っていった。チョッパー。
ロープに振って、ラリアット、ラリアット、腰に手を回した、あと逆に脇固めで切り返す、腕を取った、アーブロックで決めていった、張り手、立たせていく、見栄を切った、小股に挟んだ、打たせない、小股に挟んだ、パワーボール、30分経過、ロープに飛ばした、組み合った、そのまま締め上げる、ハンマー気味のパンチ、腹固めに持っていった、すごい音がした、首根っこをつかんだ、容赦のないヘッドバット攻撃、ストッピング強烈、引き起こす、センスが開かれた、ロープブレイク、
コーナーよりマサ斉藤坂口誠二入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。赤コーナーよりパワーウォリアーナイトブラスター入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだお友達、今入ってまいりました。ゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴んだ、ラフサッポーに転じます。フロントからのキック、掴みます。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。ロープに振った、ショルダースルーで投げてまいります。足を狙ってまいります。逆水平を打っていきます。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。起こします。ブレンバスターに取ります。させません。スイッチしてまいります。ガードします。強烈に締め上げてまいります。ロープブレイク、腰を落とします。ハンマーを振りかざします。ロックアップ、場外に落とします。リング下に降ります。ドロップキック、起こしてまいります。尾てい骨割り、アトミックドロップ、ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。お気をつけください。行くのか、リング内に戻ります。リング内に戻ります。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。バット、キャッチした。ラリアット、コーナーに登る。ここは戻ります。行くのか、ファイヤーマンズキャリー、ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。チョップであります。組みに行きます。逆に振り返してドロップキックを見舞ってまいります。サソリ固めに入ります。腕を回します。逆に投げてまいります。組み合います。逆に振り返した、
ラリアットなぎ倒し。ここでタッチです。ここでタッチです。蹴ってまいります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。行くのか、逆に返します。ストンピングです。ブロックします。組みに行きます。ボディスラムです。ストンピングです。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど。ものすごい音がするブレンバスター、引き起こします。組み合います。ロープに飛ばした。ブロックします。ロックアップ、ロープに振って蹴りを見舞ってまいります。行くのか、ボディスラム。おっと、チョーク攻撃であります。ロープにブレイクしました。抱えます。あっと、リバースで返してまいります。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。10分経過。腕をフックします。リバースで返します。スタンディングを取らせます。バックドロップが綺麗にセンスを広げた。ストッピング、カウント入る。カウント 2.5、 まだまだです。一気にスパークするのか。ここでタッチだ。蹴り上げていく。組み合った。あと逆に投げていった。スリーパー、落とすのか。ロープに逃れました。顔面を捉えた。ブロックした。タックルぶちかわし、スリーパーホールド。ここでロープブレイク。いけるか。あと逆に倒した。小脇に抱えた。エルボーで返す。おっと、ジャンピングにカバーした。ロープブレイク。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。ここでスイッチ。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。腰に手を回した。エビ固めで押さえ込んだ。いけるか。巻き投げで切り返した。奥歯を噛みしめた。ファイルドライバーがぐさりと突き刺さった。看護が痛め、ガッチリと決まった。リングに戻ります。ガチッと組み合った。コーナーに振った。ストッピング強烈。ここ
前に降りる。キックを蹴っていった。チャンパー、ガチッと組み合った。リングに戻ります。お気をつけください。リングに戻ります。ここでスイッチ。さあタッチ。新日本プロレス
炎の飛竜、藤波辰巳入場。さあ、炎の飛竜藤波辰巳がドラゴンポールに乗って入場してまいります。さあ、放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言、両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。掴んだ、ボディスラムで叩きつけます。行くのか、ロープに飛ばした、ドロップキックを見舞ってまいります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。クラシカルな技を繰り出してまいります。乾いた音が館内に響きます。ロープに振った、ショルダータックル、ブレインバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。まあ、プロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい、足を狙ってまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。抱えます。させません。さあ、毎日がカルディアニバーサリー長州力、全身からオーラすら感じる鍛え抜かれたグッドシェイプな肉体で、昔と変わらぬパンコツイズムを展開していくのでありましょうか。腕を回します。キックを打っていきます。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。張ってまいります。ロックアップ、逆に返します。そのまま足を取ります。抱えます。ボディスラムで投げてまいります。ストッピングです。組みに行きます。コーナーに振って、ランニングしたらエルボー、おっと逆に捉えた、あっとそのまま倒します。ストッピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、ロープに振って、フロントからのキック、掴んだ、ボディスラム、レトロトの技を繰り出してまいります。足を取ります。レッグロックに乗っていった、組み合います。あっと返します。ラフ殺法に転じます。足を抱えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。ドラゴンスクール、行くのか、逆に投げてまいります。リング上は首4の字固めであります。ロープに逃れました。
腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーに捉えます。足を取ります。バックを取ります。あっとスクールボーイで丸める。カウント2つで返してまいります。足を抱えます。バックに回ります。エルボーでブロック。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。行くのか。逆に投げてまいります。ストッピングを叩き込んでまいります。打ち込んでまいります。ローキック、ロックアップ、コーナーに振った。おっとそのまま浴びせていった。小脇に抱えます。エルボーで返します。きれいに入りました。首をかっきったか。引き起こす。いきなりやっとバズーカ。カバーの体勢。カウント2。足を取った。打たせない。腕をフックした。あっと逆に投げていった。トップロープを奪う。急降下、膝バックだ。ストッピング。あっと返していった。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。いきなりやっとなぎ倒し。腕を回した。ここでサソリ固め。スコーピオンデスラッカー。組み合った。あと逆に返した。起こした。バックを取ってエルボーで返す。いきなりやっと片指に持ち込む。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。ガジェット組み合った。逆に返した。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。あっと顔面にヒットした。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。抱き起こす。バックドロップ引っこ抜き。15分経過。バックに回った。15メートル強烈バックドロップ。腕をぶん回した。いきなりヤットが奪った。あと逆に切り返した。ロープブレイク引っこ抜きか。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。首をかっきるのか。キチンシンク読んでいます。まさに読み切り小説。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。あと逆に倒した。あと逆に丸めていった。ここでロープブレイク。バックを取ってエルボーで返す。ラリアット行くのか。いきなりやっとエビに固める。コーナーよりジャイアントロシュモフ入場。
ターより海を越え超人がやってきた。アックス・ドゥーガン入場。今日席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ラリアット組み合います。ロープに振った、ハンマーを打ち込んでいきます。抱えます、耐えます。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか？これはまだゴボゴボですね。そうですか。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。起こしてまいります。あっとキャッチした、足を殺してまいります。全体重をかけて強烈に踏みつけます。乾いた音が館内に響きます。こうやってプロとして戦っていますとね、動かしが悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。立ってまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど、させません。打ち込んでまいります。ああ、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。あります、蹴ってまいります。掴んだ、逆に返します。行くのか、逆に倒します。グーを打ち込みます、掴みます。このあたりラフに転じてまいります。組みに行きます、逆に投げてまいります。これは苦しい長期攻撃です。ロープに逃れました。蹴りを見舞ってまいります。掴みます、弓を引くナックルであります。おなじみのポーズです。キックを打っていきます。組みに行きます、コーナーに振って、コーナーにプレスしていきます。リング上はキャメルクラッチの体勢です。ロープブレイクです。打ち込んでまいります。掴んだ、キックで返します。掴んだ、キックで返します。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。フロントからのキック、鉄拳を見舞います。ナックルを打ち込んでまいります。腕を回します、返してまいります。行くのか、巻き投げで切り返します。エルボードロップ落としてまいります。フロントからのキック勝ってまいります。小脇に抱えます、エルボーでブロック、ロックアップ、逆に振り返してジャイアントキック、ストンピングです。起こします、ショルダータックル、全体重で踏みつけていった。
した。ハンマー気味のパンチ、ガジェット組み合った。ヤシの実割り、ココナッチクラッシュ。あっと踏みつけていく。すごい音がした。バックを取ってハンマーを振りかざす。組み合った、強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。あっと踏みつけていく。引き起こす、小脇に抱えた。エルボーで返す。綺麗に入りましたよ。首をかっ切ったか。10分経過、10ミニッツ掴んだ。あと逆にキック、いけるか。締め上げていった。ハンマーパンチ強烈、気合を入れた。抱き起こす、アックスボンバーが火を吹いた。肉体を躍動させる。立たせていく、このポーズ。行ってますね。湧いてこい、俺の力。抜くの、リバースで切り返した。カウント 2.5。 ハンマー気味のパンチ、ストッピング、立たせていく。あと逆に投げていった。頭を掴んでヘッドバット、蹴っていった。ヒップドロップ、強烈だ。カウント 2.99。 イヤホー、フロントに捉えて打たせない。アックスボンバー、一気にいくのか。カウントは入る。トゥーカウント、そのまま締め上げる。張った、ガジェット組み合った。ロープに振った。15分、タックルぶちかわし、15ミニッツパー。組み合った、ロープに振って、16本。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。3つは入りません。抱えた、すごい形相で締め上げていく。すごい顔で打つ、ズームストッパー、ヒップドロップで抑え込んだ。カウント青コーナーより武藤圭司、蝶野正弘入場。
赤コーナーよりビクトリー武蔵橋本真也入場。なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、組に行きます。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。行くのか、サイドからオブラツイストの体勢、してまいります。乾いた音が館内に響きます。逆に投げてまいります。腕を取ります。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。小脇に抱えます。エルボーで返します。ここでタッチです。切り返します。弓を引くナックルであります。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、ロープに振って館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。膝を狙ってまいります。組み合います。コーナーに振った、あと逆さ釣りにしてまいります。蹴ってまいります。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。打ち込んでまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。組に行きます。逆に返します。ストッピングを叩き込んでまいります。抱えます。あとリバースで返してまいります。スイッチしてまいります。腰を落とします。キックを打っていきます。腕をフックします。耐えます。行くのか。こういう投げ技っていうのはね、僕はあんまり受けるっていう言葉は好きじゃないんですけど、下手にこらえると一番危ないんですよ。だからある程度入っちゃったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますよね。フロントからのキック、抱えます。蹴りを見舞ってまいります。腕折りに移行してまいります。ガードします。
押し攻めに転じます。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。足を抱えます。ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。あっと返します。ドロップキックであります。リング上は首4の字固めであります。足を取ります。パンチで返します。組み合います。投げで切り返します。スタンディングを取らせます。手下げりチョップであります。ブレンバスターに取ります。させません。行くのか。ロープに振った。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。ブレンバスターで切り返します。させません。喧嘩キック顔面掴んだ。キックで返します。ドテッパラに蹴りを見られます。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちになってますよ。はい、小脇に抱えたバックドロップ、ジャンピング式
リバースで切り返した。20ミニッツパー。カウント2、返しました。いけるか。対角線に飛ばした。弓を引く鉄拳。すごい音がした。グーの鉄拳制裁。このポーズ。テンプル捉えましたよ。架空を見上げたか。あっとエボー放っていくのか。ガチッと組み合った。コーナーに振って、なだれ式のフランケンシュタイナー。大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ、涙が拭いきれない。記憶は飛んじゃってると思うんですよ。あと返していった。組み合った。ロープに振った。フランケンシュタイナーが